さんこんにちは。今日はですね、こちらの胡蝶蘭、昨年の夏に誕生日プレゼントとしてもらって、今年に入ってですね、お花がまた咲き始めてくれたので、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。この子はですね、セミアルバフォームっていう名前の胡蝶蘭かな。こちらこの子ですね、この子だと思います。名前はついてなかったんで、もしかしたら違う可能性もありますでもまあね、可愛いのでいいですよね、名前なくてもね。でこちらですね、すごく大きな株だったんですね。7月にもらった時ね、お花が咲き終わって鉢から出して、バークで植わってたんですけど、それを水栽培にしました。で根っこをいろいろ整理してたらですね、根っこがこんなにすごく少なくなっちゃって、あんまりいい状態ではないんですよね。なのにこの花芽を出して、でお花を咲かせてくれてるんですよね。すぐ切った方がいいのかもしれないですけど、もうね、このお花が可愛くって、見ていたいんですよね、ずっとねだからもうちょっと頑張って咲いてもらって、で全部咲き切ったら枝を切ってね、で養生してもらいたいと思います。まだちょっと時間かかりそうだけど。でお花かわいいですよね、こんな感じで。ここにね、スポンジ入ってますよねこれはこのつぼみとこの子がこう接触して、でお花がちょっと変な風に曲がってしまうので、でこのようにスポンジを挟んで向こうを向くようにしています。このつぼみと触れないようにしています。まあ見た目良くないですよね、すいませんあー可愛いな、あーもらってよかった。もう自分では絶対買わないような値段ですよねもう私スーパーの安いのを普段買ってるんでね。はい、友人からいただいた白い大輪の胡蝶蘭のお花三輪、全部咲き揃ったので、その子のご紹介です。めちゃくちゃ大きいですね、この子のお花は。こんな大きいお花は本当に初めてです。で、比較のためにね、こちら誕生日にもらった胡蝶蘭、この子横に置いてみると、もう大きさが一目瞭然というか、全然違いますよね。はい、立派です。なんていうか、首もめちゃくちゃ長いんですよね。こういう風に正面から撮ってるとちょっと分かりづらいんですけど、本体めちゃくちゃ遠いです。この子ここですよね、本体めっちゃ遠いんですよ、手届かないっすもう本当なんていうか、首長竜みたいな感じですよね。置き場が本当に困りますね。まあ、しばらくしたら家計を切ろうと思うんですけど、来年、まあ、もしくは今年の冬にもしも家計を出してくれるのであれば、少し考えたいと思います、この家計の誘導とかをね。そうしないと場所を取られてしまって、置き場所がなくなっちゃうんですよね。はい、でも本当にこんなにたくさんじゃないけど、3つのつぼみをつけて3つとも咲いてくれたんで、本当に大満足というか、本当に咲いてくれて嬉しいです。はい、今回は咲いてくれた胡蝶蘭の紹介でした。以上です。さよなら。